皆さん、毎度ニューヨークでビールノムリでやっているヨシです。本日もまた1本、いや2本ビールを紹介したいと思います。本日ご紹介するビールはこちらです。はい、こちらに用意しました。本日ご紹介するビールはカグアブランドとカグアルージュです。で、このカグアはですね、一応ベルギーで作られている日本のビールということです。その日本のですね、柚子とか山椒とかを使って、そのフレーバーを生かした、ベルギーで作られているビールです。で、あの日本のビールは大体あのピルスナースタイルが多いんですけど、これは、エールです。このビールのコンセプトとなったのがですね、和食に合うビールという風なコンセプトで作られたそうです。その和食に合うというのはどういうことかというと、あのヨーロッパとかアメリカとかで和食が流行ってきた時期に、そのピルスナースタイルのビールじゃなくてエールのスタイルのビールで日本食に合うビールを作ったというのが多分コンセプトだと思います。それでは早速飲みたいと思います。まずはこちらのブランクの方からですね、飲みたいと思います。よいしょ。あ、もうあの柚子とか山椒の匂いがふわーっと上がってきましたね。色は黄色い色なんですけど、少し白濁しています。あの小麦を多分使っているんだと思うんで、ちょっと少し白濁していますね。泡はすごくきめ細やかですね。でですね、香りがですね、柚子とかあとレモンとか、少しこう柑橘類を思わせる匂いがしますね。ではではいただきます。美味しいですね。あのすごいさっぱりしてます。さっぱりしててドライですね。でもあの炭酸はあまり強くないんですけど、一応この瓶の中であの瓶内発酵しているので、そのまろやかな炭酸が美味しいですね。アルコール度数がですね 8% だったと思うんですけど、そうですね 8% なんですけど、そこまでそのアルコールが高いビールという感じはしません。その和食に合うというコンセプトにはすごく適したビールだと思います。あの邪魔しない、なんていうんですか、そのヘビーでもないし、あとあのなんていうんですか、すごく苦味があるわけでもないので、すごくあのその日本食と一緒に飲んだらすごく美味しいビールだと思います。やっぱでも日本のビールって結構あのどちらかというと食事に合わせるビールが多いですよね。まあ、特にあの女性とかはこの、 あのブランクはすごくおすすめできるビールだと思います。では次にルージュの方を飲みたいと思います。まあ、こちらやはりルージュと言われるだけあってちょっと赤みがかってますね。匂いはこのブランクに比べてかなり薄いですね。薄いというのはそこまでその柑橘類の匂いはしません。どちらかというとこうローストしたあの麦芽の匂いが上がってきます。で、色は赤みがかった色ですね。泡はきめは細かいんですが、ブランクよりもちょっと弱い気がします。それではいただきます。カグアブランクに比べますとですね、ローストした麦芽とあと少し山椒、それからどちらかというとこっちの方がどっしりとした味です。ルージュの方がですね、かなりビールらしいといえばビールらしいですね。このあのブランクは最初の前菜とか、冷たいお魚の料理とか、お刺身とかに合わせて、でその次にメイン、例えば天ぷら、例えばうな重、例えばそうですね、ステーキとかにこのルージュを合わせたらすごく美味しいと思います。日本食でなかなかコースで飲み物を買えるっていうのはあまりないと思うんですけど、今ちょっと ふと思ったんですけど、今度ですね、このまあまあ
家具だけじゃないと思うんですけど、そのフード、例えば料理をちょっと作ってここで用意して、その料理とともにビールを飲むとどういう変化、どういう味の変化があるのかなっていうこともちょっと伝えていきたいと思ったんで、そうですね、近いうちにあの料理とビールを合わせる動画を、撮りたいなと思いました。すごい今あの後味がですね、すごい山椒の味ですね。山椒ってなかなか食べないじゃないですか。うな重とか食べないと食べないんですけど、総合評価をいたしますと、こちらのブランクの方はかなりさっぱりしてドライで、でもあの柚子とか柑橘系のあの山椒とかの匂いっていうかスパイシーさがあって、どちらかというと飲みやすいビールの方になると思います。ブランクの方が、ルージュの方はですね、かなりどっしりとした重たい香ばしい麦芽とですね、山椒の味がもう後味ですごく残るんですよね、結構スパイシーといえば こっちはかなりスパイシーなビールだと思います。もちろんこのビールはですね、日本で手に入ると思うんで、あのぜひ試してみてはいかがでしょうか。あのすごくおすすめできるビールだと思います。ビールだけで飲むというよりは何かと合わせた方がおそらく美味しいんだと思います。最初に言いましたけど、和食に合うビールということなんで、あの合わせてみてはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビールノムリエの吉でした。 See you soon.